島本徹は日本の大倉官僚、銀行家、北海道銀行初代統領のほか厚生取引委員会委員や日本銀行政策委員会委員等の要職を歴任。また、公益財団法人札幌公共楽団の前身である札幌市民公共楽団の設立に尽力するなど、北海道の芸術文化の向上にも貢献した。 京都府鈴木郡青谷村に生まれる。成果は酒造や宇治茶の販売を手掛ける祖宝家で父は島本の生誕年に島本銀行を開業した。参考を経て京都帝国大学経済学部に入学する。在学中から将来は金融界に進もうと思い、また周囲からも島本銀行の後取りとして期待されるも金融教皇の煽りを受け同行は、 経営破綻してしまう。そこで、島本は内定していた大手銀行への就職を辞退し、大倉省に入省。理財局を振り出しに、各税務所所長、欧州駐在を経て、戦後は、日本経済の復興に向け奔走した。1950年11月、長沼後期、大倉事務次官から新設される、北海道銀行所大統領の就任を打診される。 島本はその申し入れを驚きはしたものの迷うことなく快諾した。またこれに参考、兄弟時代からの地球である藤野茂雄も堂々した。頭取就任後、島本が真っ先に取り掛かったことは人材の確保であったが、東京採用組と北海道採用組の間に圧力が生じ東京採用組の数名が開業前に銀行を去ったほか、 資本金集めにも難重するなどしたため、同銀は想定よりも1ヶ月遅れの1951年3月、開業した。営業開始後、同内各地から、支店設置の要請が多数寄せられたため、同年12月までには37店を開設したほか、1953年までには、宅銀から24店を譲り受けたこともあって、店舗ネットワークの整備は、 急速に進んだ。島本は銀行経営に監視コミュニケーションを大切に合理主義に徹した。その一端として事例や出勤簿を廃止したほか、昇進、昇格の際上司に礼を言うことや、ボンクレの贈答をやめるなど距礼を廃止した。これら島本の提唱した合理主義と積極経営の下に、日銀は1965年3月には、 道内預金シェアは20%を超え、また1968年には道内融資シェアも20%を超えるなど、高度経済成長期の半ばには、地銀注意規模までに急成長を果たした。1965年、本店ビルである道銀ビルディングも、竣工となったことや、店舗数も70点を超えたため、工事を、富士の茂雄に託し会長に知り添えた。 1976年5月5日死去。北海道厚生年金会館で営まれた、国別式には、殺ツが公共局第3番、英雄を奏でる中、道内外から多数の人々が参列した。若かりし、頃から文章を綴ることを好んだ島本には雑誌に、対する論文の寄稿や、著書も多い。また芸術に対する造形も深くベルリン駐在時から、 信仰の深かった荒谷正夫が札幌市民交響楽団の設立のため奔走している折には同銀創立10周年事業の一環として楽器購入資金として500万円の拠出を決定した上、楽団の副理事長に就任し早々期の運営に苦慮する荒谷の良き相談役を担った。また、有島武雄の小説、生まれいずる悩みのモデルとして知られる。 北海道画団の巨匠である、木田金次郎を一貫して支援し続けた。など朝鮮銀行書務部長、閉鎖期間整理委員会常務委員を経て、同銀常務。1965年から1967年度、東取、り。北海道テレビ会長等も歴任した。ありがとうございます。